こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルはチキンステーキ、大ぶりの鶏もも肉を2枚、塩コショウで焼きました。ああ、持っちゃった。で、手切りキャベツですね。レモンと塩とマヨネーズで食べます。マスカットベリー A というブドウです。で、白ご飯です。もう一度、サムネイルに使うチキンステーキ、大ぶりの鶏もも肉2枚です。手切りのキャベツ、塩とレモン果汁とマヨネーズで食べます。マスカットベリー A という、ブドウです。白ご飯です。はい。で、肝心の体重です。ちょっとまた下痢気味なんですよね。腸は腫れてるでしょうが、腹の中には何もなくなってると。この状態で体重が何キロになるかですね。ちょっとだけ減りました。200グラムだけ減りましたね。体重55.2、昨日より200グラム減ってます。体重55.2、体脂肪率10.2かな。体重55.2、体脂肪率10.3か。10.3。基礎代謝1331。内臓脂肪レベル1。筋肉量46.9。筋肉量スコアマイナス2。推定骨量2.6。もう一度、体重55.2。これは別に構わないです。体脂肪率10.3%。これ10%切りたいですね。9%台にしたいですね。で、内臓脂肪レベル1。これがいいですね。いい感じです。はい。もう一度、チキンステーキが2枚、手切りキャベツ、ぶどう、白ご飯、これで足らなければ卵焼き食べます。はい。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。